阪神、ガチ弱い。阪神、悪夢の大逆転負け、リリーフ陣崩壊で8回一挙5失点、打線が2桁12安打と奮起も、西竜は6回1失点。スワホー。負けた。なぜかヤクルトが勝った。田淵和人、地球左越えに、記録セーブ。意味不明で草。スワホー。勝ち不思議の勝ちありで笑う。何が起きてるんやこの試合。お、テル打ったと思ったら回してて草、信号機が壊されてるやんか。あれ回すの大真面目に信号壊れすぎでは。これこそ罰金やろ。どんでんが壊した信号機のおかげで勝ったわ。投手ボコボコ、高津対どんでんの謎系統、なんかよくわからん試合やったな。大山が1本塁打、2打点佐藤がもう2塁打賞、梅野が2打席連続打点、普段起こらないことがたくさん起きたのに負けたの草。西がかわいそうや。阪神はさすがに野手疲労悪すぎるからだんだん下がってくはず。これで貯金0か。お笑い野球やめろ。